デュールタルは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のコミューン。ボージョは地方に属する、アンジューのコミューンである。レ・ラリの北西に位置する。コミューン面積の南側をロワール川が流れている。1030年には、ラテン語化されたナデューリスタリーであったことが、証明されている。フランスのこの地域では、非常に稀な、ゲルマン語が含まれた地名の一つである。 ゲルマン語のマイナスストールは未知の要素によって先行してできている。いくつかの出土品はコミューンの地に戦士時代及びケルト人が定住していたことを指し示している。磨かれた石符、聖堂の斧、斧や剣、矢尻の断片、ラ・テーヌ文化の腕輪や聖堂の鹿が見つかっている。ラ・グランド・ピエールという場所にはかつて巨石記念物があった。 この古代の定住地は、ロワール川支流の都下地点とつながっていた。コミューンとしてのデュールタルの誕生は、安住博古くネラによってデュールタル砦が築かれた1040年に遡る。中世のデュールタルは、傍受のセネシャル管区に含まれていた。アンシャンレジームから、フランス革命前夜まで、町は、ラフレーシュのエレクション管区に含まれていた。参照元、 1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年までイヘス、カジニー、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。